こんにちは、東進 TV 学生リポーターの牧村里奈です。今回ご紹介するのは理工系総合大学である東京理科大学の経営学部です。経営を科学するとは一体どういうことなのでしょうか。早速行ってみましょう。東京理科大学経営学部は東京の中心に位置する神楽坂キャンパスで学び、経営学科、ビジネスエコノミックス学科、国際デザイン経営学科の3つの学科で構成され、文系理系の枠組みを超えた特色のある教育を展開しています。まずは経営のプロフェッショナルを育てる経営学科の新井研究室にやってきました。私は、スポーツマーケティングという分野を専門にしていて、アスリートのキャリアデベロップメントとか、ブランディング、それからスポーツチームや、スポーツイベントのブランディングというのを研究しています。経営学部ならではの学びは何ですか。まさに経営を科学するというスローガンにあるように、分離の枠を超えて科学的な思考で経営を見るということだと思います。大学では自分でやるべきこと、やりたいことを見つけて学んでいかなければいけません。なので、自分でこの大学生活をかけて取り組む価値のある研究課題を見つけられる、またそれに情熱を持って取り組めるという学生を育てています。学生にも話を聞いてみましょう。アスリートのセルフブランディングといって、アスリートがセカンドキャリアを考える上でツイッターであったりとか YouTube であったりとか、そういった活動がどういうふうに引退後のキャリアに影響を及ぼすかということについて研究しています。なぜ理科大の経営学部を志望したのですか。高校生の時に数学が得意だったので、それが活かせる学部にしたいっていうのと、入り口より出口を考えた時に理科大の経営学部はたくさん勉強ができるので、より力をつけて卒業できると思って志望しました。続いて紹介するのは2021年に新たに設置される国際デザイン経営学科。厄介の問題をデザインで解決するをテーマに、複雑な社会問題に立ち向かうイノベーションリーダーを育成しています。飯島研究室の飯島純一先生にお話を伺いましょう。国際デザイン経営学科ではどんな学びがありますか。国際デザイン経営学科は、名前のように国際とデザインと経営学と、その他にデジタルというのも学びます。この4つの経営が柱となっております。それでデザインというのは、問題を持っている人とか組織に共感するという強みがデザインの力にはあります。それから問題を解決するためには、現代ではデジタル技術というのが必須になってきます。それから一人では解決できないので、協力して問題解決にあたるということから、異文化を理解する力、これが国際系で身につくと。で、経営学の知識をベースにして、この3つの経営で学んだものを生かして厄介な問題を解決するというのが我々の学科の特徴です。経営学部は文系というイメージがだんだん変わってきたんじゃないでしょうか。実は経営学部が文系なのは日本だけで、海外では理系の学部とされているんです。最後に、データを活用した意思決定のできる人材を育成するビジネスエコノミス学科の下川先生にお話を伺いに行きます。人間の意思決定について研究していて、データサイエンスの手法を使ったり、あるいはその脳情報を特に扱ったりして特定する、モデル化するというような研究をしています。理系大学の経営学部ならではの学びは何ですか。社会科学といわゆる数理数量的な分析手法、両方とも学べるということだと。で、 B 学科ではその中で、将来これが重要になるだろうと言われるやつをフォーファンデーションというふうに定義して、それを重点的に勉強するということをやっています。経営学部に入って良かったことは何ですか。数字に強くなれたと思っています。他の文系学部では、学べないような、専門的なことまで、数字を使って扱えるので、就職活動に生きているのかなと思っています。将来の夢や目標は何ですか。自分の強み、今まで学んできたものを強みを生かせるっていうことで、定性的なデータも分析できるようなデータアナリストになりたいなと思っております。いかがでしたか。理科大の経営学部は分離の枠組みを超えた新しい視点から経営のプロフェッショナルを育成しているんですね。次回の東進 TV もお楽しみに。